今シーズンのファームでの数字を今ご覧いただいていますが、6試合に登板して失点はありません。6イニングスでヒット2本、三振4つ、フォアボール4つという素晴らしい内容です。慶応時代というのは、どちらかというとリリーフ、ストッパー役として活躍をしました。大学選手権でも活躍をしました。ドラフト1位の福谷の登板になります。非常に楽しみなピッチャー、初球146キロできました。大学時代のベストというのは2011年の春のリーグ戦の早慶戦で155キロをマークしました。2球目は150キロです。思いっきり腕を振れてますね、いいですね。この回は7番のショート今宮からです。一つ変化球を使いました。変化球はスローカーブとチェンジアップとスライダーを持っています。持ち味は何といってもストレートの力です。インサイドをつきました。先頭バッタープロデビューは三振に打ち取りました。いいですね。いいですね、はい、もうしっかりもう谷繁のミット目上げてね、はい、とにかく腕を振って投げ込むというね、まずその基本ですよね、はい、西米大学野球のメンバーに選ばれた福谷です。顔つきもいいですね、はい、本当にあの打者にこう向かっていくといいますかね、物おじしないというようなこう雰囲気がありますね。強い当たりはファーストゴロ、ベースカバーに入ります。ファーストのクラークが掴んで福谷ベースカバーに入りました。これで2アウトを取りました。今若干あの、はい、クラークの下からの、ねピッチャーに渡すトスのボールが、はい、少しこうそれたんですけれども ね、 そうですね、はい、ちゃんとその送球に対応しましたね、はい、慌ててなかったですね、ラストバッターのパディーヤというところですが、秋山監督はここで代打松中を送ってきました。怪我でしばらく調整をしていました松中。もう松中に対して投げれるなっていうことは本当夢だったでしょうね、そうでしょうね、強い当たりはセカンドゴロ、スリーアウト、3人で抑えました。ルーキー福谷見事な滑り出しを見せました。3人で抑えた無得点です。ゲームの方は5対2とソフトバンクリードです。